それあれでいくよ、その反応しづらい方でいくからね。ああ、そうだな、あのパターン。そう、言っちゃえば。いくよ。この世は時に、下力が必要な場合がありますよね。ああ、そうだ。いや、これわかんない。わかんねえんだよな。もう逆にこれが定番になってくかもしれないけどね。変な感じになる。変な感じになる。どうじゃなくて、のせと、もっちです。ドリンクバーね、子供の頃、サイゼリヤで、やりましたよね。うん、まあ、ドリンクバー、まあ、どういうこと？やった。やった。もう一回やった。今ごめんなさい。俺が分かった。ドリンクバーで、まあ、混ぜて遊びましたよね。やりましたね。じゃあ、つってね、美味しいやつとか、まずいやつとか作りましたよね。うんうんうん、あれ、まあ自分でやってるときは分かると思うんですけど、はい、友達にやってきてたときに、うん、なんだこれってなりません？なる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 。そう、それを分かるようになろうって。ごめんやることは、コーラをベースに他の飲み物を混ぜて、こっちを当てるっていうゲームがやりたいの、俺は。なるほど。はい。最近の企画にしたら弱いと思う、正直。けど、やりたい。やりたい。というわけで今回はコーラに混ざっている飲み物を見つけ出そうです。やっていきましょう。はい。まあ、例にね、問題を作ってもらいまして、混ぜる方の飲み物を5種類用意してもらって、まあ、順番に持ってきてもらって、俺らはこの目隠しをして、飲んで当てるっていう簡単なルールです。はい。はい。なんでコーラかっていうとね、結構味強いじゃないですか。コーラの中に混ざってるものを分かったら、もうそれは舌強いと思うんですよ。入りまーす。はい。え、待って、俺さ、この目隠しするの初かもしんない。よいしょ。くっさ！もう臭い。ちなみに飲み物と飲み物。はい、もち手出した。じゃあどうぞ。はい。うくさ、わかったわかったわかった。飲んでください、飲んでください。くさ、え、これなんだっけ、これ。あ、これなんだっけ、わかんないわ。はい、わかりました。うわ、出てこない、なんだろうこれ。はい、俺嫌いだわこれ。あ、取っていいよ。はい。え、これでしょ、だって。じゃあもち。はい、僕トマトジュース。ああ、え、マジ。ん、あれ違う、わかんない。俺も、俺はもう一択ある。じゃあ、はるき。野菜一日これ一個。そう、これ。あー、これかトマトジュースだった、俺は。あ、じゃあ俺近い。野菜生活。はい、それは違う、多分。それは違う、ね。多分違う。え、多分ね、違う。俺らがね、この一週間で野菜生活は何本飲んだか知ってるか。違う。これとは、これ、うんうんうん。どっちかと言ったらこれ。あの、野菜生活と野菜一日これ一本別物。全然違う。まあ、確かに。濃さが違うからね。そう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 、うん、濃さとかじゃない、味。味、まあ、そう。うん。いや、わかるよ、俺わかる。お疲れ。トマトジュースまだあると思うんだよな、別に。ねえ。ねえねえねえ。え、あるでしょ。正解を。はい。トマトジュース。ほら、えぇ、しゃあ、え、俺見、おい、俺見、おい、おい、いや、あると思った。ちょっと待って、あると思った、これは。ちょっと待って、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 え、待って待って、やばいやばい。これ、お疲れ。痛い痛い痛い。第2問。え、家系の匂いするんだけど。え、え、いや、コーラが家系の匂いするよ。まあ、するしないよ。うわ、わかるかもしれないな、飲む前から。うわ、うん、あー、なるほど。あ、わかった。一撃必殺わかる。一撃必殺わかる。え、飲みすぎ飲みすぎ。いや、なんでそんな言ってる。え、なんでなんで。カッてなるよ。え、なんで。オッケー、わかった。え、なんでそんな飲めんの。はい、わかった人。はーい。血ある人。はーい。醤油。醤油。醤油。あいまいまい。家系の匂いがするって言ったじゃん。もうあれはね、豚骨醤油の醤油だったんだよ。醤油。正解は、はい、醤油。はーい、まいまいまい。これよ、これ。1問目、これは1問目だね。第3問。はい、はい、無臭というかコーラ臭。あ、コーラの匂いする。はい、生命ザサジさん。飲んでください。あの、できればそんな飲まないで。え、なんで。ちょっと飲みすぎ、あれなんで。え、わかんないんだけど俺。わかんねえ俺、本当に。純物が混ざっている味はするんだけど、薄いよね。何かわかんない。じゃあ、ハルキから。カルピス。え、それは違うよ。違うよ。カルピス飲まなすぎじゃない。ないよ、カルピスは。反論はできない。もち。いきます。海水。海水取ってくるかな。いや、まあでも塩だった。塩水って。100塩だった。のせ。はい、生命ささじさん。いや、ボケじゃん。いや、本当に分かんない。分かんなくて。でも、こう、普段のコーラの味よりは薄いなって思ったの、うんうん、だから普通に水ぶち込んでんじゃないかなと思って。まあこれ水、富士山水なんで、まあ
水で。でもこれ以外ダメだよ。美味しい水富士山以外は、ハズレだからね。正解は、はい。にがり。え、何にがりって、なんか聞いたことはある。何それ。え、でも全然苦くなかったよ。ちょっとね、苦くなかったね。思ったよ。でも、餅がね、結構近い。やっぱ塩化マグネシウム使ってるらしくて。おー、じゃあやっぱ塩だよね。塩気あるらしい。塩気だよね。くっさ、嗅いだことあるし。4問目。はい、じゃあみんな手出して。うわ、やばい匂いする絶対。あー、くっさ。飲んでください。あ、でも味はコーラだな。あー、え、辛いの？辛いのおかしくない？あー、うるさ。辛っ、なんか。あー、痛い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 喉痛い喉痛い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 。分かった分かった、もう分かった、もう分かりました。はい、じゃあ回収してください。え、もち、分かんない。わかんない。え、匂いしトマトジュース分かって。いや、トマトジュースの方が絶対分かるだろ。トマトおじさん。じゃあいきます、もちから。はい、麻婆豆腐の素。ええ、違う。俺、これ何その変な線。いや、分かんないんだって。キムチ鍋の。あー、そういう。いや、違う違う違う。いや、でもそういう系もある。正解じゃない。はるき。ラー油。はい、僕もラー油です。あー、ラー油だ。だよね、ラー油だわ。ラー油だ。白ちゃんとラー油。最初ごま油かなって思ったのに。あ、そう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 。けど、んってなって、あ、辛いな、ラー油だなって。ソリ。正解は、はい、はい、ラー油。マジかー。あー、まあ、シェイ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 。そうなんだよ、並んだ。よいしょ。エビパーティー。5問目。はい、はい、コーラだな。どうぞ飲んでください。あー、薄い、薄いわ。コーラ、薄いコーラ、薄いコーラ。いや、これこそさ、あれじゃない。いや、これはね、わかりました。かすかに感じるわ、俺。今2ポイント、2ポイント、2ポイント。いやー、賭けだなー。わかんねー。ね、賭けました。はい、はい、じゃあ、のせから。水。はい、水。うわ、きたー。僕いいっすか。はい、普通の水じゃないと思って、水素水。うわー、うざい、それ。ちょいひねりの水素水みたいな。うわ、でもみんな水なんだ、やっぱり。まあ、いや、わかんなかった。いや、水の味しなかった、ちょっと。水の味した。ちょっとしたよね。ちょっとしたよね。うん。じゃあ正解いきますか。はい、動画あるんで。うわー、うわー、終わった。そういえばそうだった、水なわけねえんだよ。そうだよ、水なわけないよ。そうだったわ。おしっこだ。終わった。うわー、こちら。うわー、マジか。まあ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 、あったよな。泥やん。泥、いや、汚な、結構汚な。おい、あそこやん。行きましょう。正解っすわ。水たまり。まあ、うわー、まあ、水。うざ。うざ。うざ。死んじゃうんじゃない俺ら。ちょっといいものにしちゃったわ、水素水。うざ。時期時期。